大会に先立ちまして2011年10月23日以降にご逝去されました一般社団法人札幌青年会議所ぶっこ会員ぶっこ特別会員の方々のご冥福を祈りたいと存じます。以上、個人のご冥福を祈り、黙祷を捧げたく存じます。黙祷。ありがとうございました。開会宣言。一般社団法人札幌青年会議所2021年度創立70周年特別事業実行委員長佐藤光輝君。本日は配信ご視聴賜り誠にありがとうございます。コロナ禍により札幌青年会議所のさまざまな事業が中止となり、本日の記念式典祝賀会もウェブ配信となりましたこと、誠に残念ではございますが、コロナ禍によりすべてが悪いことばかりではありませんでした。 ICT が進歩しウェブ会議などが当たり前となったことで、長らく交流がなかった姉妹ロムと再び交流を始めることができました。本日は皆様と共に札幌青年会議所の歴史を振り返りながら共にお祝いできれば幸いでございます。それではただいまより一般社団法人札幌青年会議所2021年度創立70周年記念式典祝賀会を開会いたします。
本日進行役を務めさせていただきます油谷さやかでございます。同じく進行役を務めさせていただきます一般社団法人札幌青年会議所2021年度常務理事森谷拓郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。国歌斉唱。JC ソング斉唱。JCI クリード昭和。一般社団法人札幌青年会議所2021年度特別議長岩田浩二君。The Creed of Junior Chamber International. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life. That brotherhood of man translates the sovereignty of nationsThat economic justice can best be won by freemen through free enterprise. That governorship of law rather than man. That earth's great treasure lies in human personality. And the service to humanity is the best work of life. 並びに JCI ビジョン昭和。一般社団法人札幌青年会議所2021年度副理事長井口優君。JCI ミッション To provide development opportunity that empower young people to create positive change. JCI ビジョン To be the leading global network of young active citizens.JC 宣言文朗読並びに綱領昭和。一般社団法人札幌青年会議所2021年度副理事長渡辺淳一郎君。JC 宣言、日本の青年会議所は希望をもたらす変革の起点として、輝く個性が調和する未来を描き、社会の課題を解決することで、持続可能な地域を作ることを誓う。綱領、
我々 JC は社会的、国家的、国際的な責任を自覚し、志を同じようにする者を相手と力を合わせ、青年としての英知と勇気と情熱を持って明るい豊かな社会を築き上げよう。理事長式辞。一般社団法人札幌青年会議所第70代理事長藤田慎吾君、よろしくお願いいたします。本日は一般社団法人札幌青年会議所創立70周年記念式典祝賀会をご視聴いただき誠にありがとうございます。まずはじめに、日頃より大変お世話になっております北海道知事鈴木直道様、札幌市長秋元克弘様、札幌商工会議所会頭岩田圭吾様、また関係諸団体の皆様、同志である公益社団法人日本青年会議所並びに各地青年会議所の皆様、そして我々の運動を日々温かく見守ってくださっている最大の理解者である岡本時彦シニアクラブ会長をはじめといたします、札幌青年会議所シニアクラブの皆様に感謝を申し上げるとともに、本来であれば皆様をお招きして盛大にお祝いをする場となるよう準備を進めておりましたが、まだまだ新型コロナウイルス感染症が収束しないことを鑑み、このようにウェブでの開催にて執り行わさせていただくことをご理解いただけますと幸いでございます。さて、札幌青年会議所は1951年に全国で18番目の青年会議所として産声を上げ、今日この日まで脈々と受け継がれ、本年で70周年を迎えることができました。これもひとえに先輩諸氏が行政各所団体皆様と手を取り合い、この町の発展のためにご尽力なされた賜物である、そう感じております。常に町の未来を考え行動し、市民の方々の理解と支援をいただきながら一歩ずつ前へ進んできた札幌青年会議所は、この令和の時代においても変わらず様々なことに挑戦する開拓者精神を今も持ち続けています。この10年は目まぐるしいスピードで様々な社会情勢の変化や技術革新がありました。昨今では世界中に猛威を振るった新型コロナウイルス感染症の拡大により、誰もが経験したことのない答えのない不安な毎日を過ごす未曾有の事態が人々のライフスタイルや価値観などに大きな変化をもたらしました。それはこの札幌の街に住み暮らす我々市民にとっても例外ではありません。そんな中、昨年史上初のウェブ開催となった第69回全国大会北海道札幌大会は大きな変革の中で行われた一つの形であり、それにより全国692ロム全ての皆様に登録ご参加いただいたという奇跡を起こすことができたこと、そして我々札幌青年会議所においても友好を結ぶ世界中の5つの姉妹 JC ともウェブ会議などを通じてより多くの交流を深められるようになったことは、このコロナ禍の中においても大きな収穫であったと確信しております。どんなに困難が訪れようと、メンバー同士がアイデアを出し合い、時代の潮流の中で何かを生み出すということを諦めないことの大切さを、またこの青年会議所運動を通じて学ぶことができたことは、苦しい中にも成長の糧をいただけた気がいたします。この先の時代も札幌青年会議所は我々青年経済人の学び屋であり、この町を牽引するリーダーとして札幌の発展に寄与していけるようメンバー一丸となって邁進してまいります。そして市民の皆様とともに世界中に愛され笑顔と人が集う町札幌を創造していくことをお誓い申し上げ、創立70周年記念式典祝賀会の挨拶と変えさせていただきます。本日は
誠にありがとうございます。それでは続きまして、本日のご出席者を代表しまして、お二方よりご祝辞を頂戴したいと存じます。公益社団法人日本青年会議所第70代会頭野波明君よりご祝辞を頂戴したいと存じます。野波会頭、よろしくお願いいたします。一般社団法人札幌青年会議所の皆様、創立70周年誠におめでとうございます。今年度公益社団法人日本青年会議所会頭を務めております野波明です。今更かもしれませんが、改めまして日頃より我々日本青年会議所に対しましてご理解ご協力を賜っておりますこと、改めてとなりますが御礼申し上げます。本年度も国際グループユーラシア競争委員会の小西委員長をはじめといたしまして、多くのメンバーが活躍をしてくれております。本当にありがとうございます。創設より青年経済人の思いを紡いできた札幌青年会議所の皆様におかれましては、70周年という記念すべき年である本年度、藤田理事長を中心として70周年という特別な年だからこそ、新たなる札幌の魅力を創出されると伺っております。今も引き続き多くの困難があるかと思いますが、強い友情とチームワークを基盤として、皆様一人一人の成長を通して地域が活性化していくこと、それがその地域の未来につながっていると思います。すべての事業が無事終了されますことをご期待しております。本年度も残りわずかとなってまいりました。本会といたしましては、12月31日までしっかりと活動をしていくこと、これがですね、2022年度に目を持って活動される方々へのエールであり、多くであると信じ、運動を展開してまいります。引き続き、本会に対し深いご理解、ご支援を賜るとともに、大いにご活用いただけますと幸いでございます。先月の全国大会、栃木宇都宮大会があのように開催できましたのも、昨年の北海道札幌大会があったからこそだというところをですね、改めてこの場をお借りしまして、皆様に対しての言葉とさせていただければと思っております。本当に昨年から本年まで全国大会におきましても、誠にお世話になりました。ありがとうございました。結びとなりますが、札幌青年会議所のさらなるご発展、並びに地域において素晴らしい成果を出されますこと、先輩諸氏、県議会の皆様のご健勝、ご多幸を心よりご祈念申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶と返させていただきます。アイディア&アクション、光を放つ起点となろう。ありがとうございました。野波会頭、ありがとうございました。続きまして、公益社団法人日本青年会議所北海道地区協議会2021年度会長福西秀幸君よりご祝辞を頂戴したいと存じます。福西会長、よろしくお願いいたします。この度、一般社団法人札幌青年会議所が創立70周年を迎えられますことを心よりお喜び申し上げます。札幌の地に青年会議所を起こされ、今日に至るまでご尽力されてこられました先輩諸兄の皆様の並々ならぬ情熱と歴年の尊い奇跡に敬意を表するとともに、その誇り高き志を受け継ぎ、自己の修練、社会への貢献に邁進されておられます藤田真吾理事長をはじめとする現役会員の皆様にお祝いを申し上げます。私は公益社団法人日本青年会議所北海道地区協議会
2021年度会長を務めます JCI 函館所属の福西秀幸と申します。周年を迎えるにあたり、今から70年前の設立当時の創始の精神、これまでの歴史を振り返ることが大切であります。札幌の至るところに諸先輩方の足跡があります。それは目に見えるもの、目に見えないもの、形は様々ですが、確かにこの地に息づいております。過去を学び、より良い未来について考え、新しい進化した社会を切り開く節目となる年に、青年会議所運動を展開されておられます皆様のご活動とこれまでのご功績に改めて敬意を表する次第であります。未だ続くコロナ禍の中で、社会がかつてないほど閉塞感と倦怠感に覆われる厳しい時代ではありますが、それでも我々青年だけは常に元気に一歩前へ踏み出していたい。誰かを頼るのではなく、自分たちにできることからやっていく。確かなものが分からなくなりつつある今、真に求められているのは、地域に根付く JC のリーダーシップだからです。いつの時代も素晴らしい社会を作るのは、青年のエネルギーとパワーであります。しかし、パワーとエネルギーだけで世の中を変えることは難しいかもしれません。そのためには、素晴らしいつながり、素晴らしいネットワークが必要であります。このようなネットワークは、一朝一夕に築けるものではありませんが、札幌青年会議所の積み重ねた70年という歴史は、筋金入りのネットワークを築き上げ、今もしっかりと残っております。このような団体は、この地域では札幌青年会議所だけであります。未知への挑戦です。進む道の先にあるものは未知だ。何かがありそうな気がする。この予感が心に彩りをもたらす起点となります。生きている実感です。行き着くことも大事ですが、やってみようとする行動にこそ価値が作られ始めます。どんな環境においてであれ、今歩いている状態にこそ価値があるのです。挑戦する前から無理だと決めつけず、青年らしく夢を語り、仲間を集め、明るい豊かな地域を共に作ってまいりましょう。結びに、JCI 札幌のますますのご発展、ご活躍、そして皆様の運動がこの地域において素晴らしい成果を発揮されますことをご祈念申し上げます。70周年、誠におめでとうございます。福西会長、ありがとうございました。これより長きにわたり一般社団法人札幌青年会議所の運動に対して多大なご理解とご協力を賜った北海道、札幌市、札幌商工会議所の皆様に感謝状を贈呈させていただきます。それでは皆様よりご挨拶を頂戴したいと存じます。まずはじめに北海道知事鈴木直道様よりご挨拶を賜ります。よろしくお願いいたします。
鈴木知事、ありがとうございました。続きまして、札幌市長秋元克弘様よりご挨拶を賜ります。よろしくお願いいたします。札幌市長の秋元克弘です。この度は札幌青年会議所が創立70周年という大きな節目を迎えられ、記念式典が開催されますことを心よりお祝い申し上げます。札幌青年会議所が創立された1951年当時、丸山動物園が開園し、前年に札幌雪まつりが初めて開催されたばかりという、現在の札幌の社会経済の原型が芽吹き始めた時代でありました。現在札幌市は人口197万人を抱える大都市として、国内外から人々を引きつける街へと発展を遂げましたが、こうした成長の背景には歴代の会員の方々からの力強い街づくりへのご支援、ご協力をいただいた歴史がございます。例えば1972年の札幌オリンピック開催時における道内児童の招待や、札幌芸術の森開園のきっかけとなった1977年の札幌アートパーク構想など、札幌青年会議所の皆様は早くから文化、スポーツ、教育といった幅広い分野で取り組みを進めてこられました。近年では平成30年北海道胆振東部地震の折、約5万点に上る支援物資の配送や支援金口座の開設など支援の輪を広げていただきましたほか、昨年9月の日本青年会議所第69回全国大会北海道札幌大会では、食や観光など札幌の魅力を大いに PR していただきました。こうした数々の取り組みは、札幌の街が発展し成熟していくための大きな原動力になっており、会員の皆様の街づくりへの真摯な思いと長きにわたるこれまでのお力添えに心から敬意を表し感謝を申し上げます。さて、昨年から猛威を振るう新型コロナウイルス感染症により、長期間にわたって経済活動が制限されたことから、厳しい状況に置かれている方々も多くいらっしゃることと思います。そうした中においても、感染対策に最大限のご理解ご協力を賜りましたことに、この場をお借りして心より感謝を申し上げます。皆様のご協力が実を結び、9月末の緊急事態宣言解除以降、一定程度感染状況は落ち着いてきています。予断を許さない状況は続きますが、札幌市としては感染対策を徹底した上で気を逸することなく、経済の再興に向け事業継続支援と事業喚起策に取り組んでまいります。どうかこれからも皆様が持つ幅広いネットワークと柔軟な発想力で、札幌市政へのお力添えを賜りますようお願い申し上げます。結びに、札幌青年会議所の今後ますますのご発展と皆様のご健勝ご多幸を心から記念いたしまして、私からのお祝いの挨拶とさせていただきます。秋元市長、ありがとうございました。続きまして、札幌商工会議所会頭岩田圭吾様よりご挨拶を賜ります。よろしくお願いいたします。札幌商工会議所の岩田でございます。札幌青年会議所の創立70周年、誠におめでとうございます。心からお喜びを申し上げます。また日頃より札幌商工会議所の活動に大変深いご理解とご協力をいただいておりますこと、この場をお借りをして厚く御礼を申し上げます。札幌青年会議所におかれましては、1951年の発足以来、政治経済文化福祉など幅広い分野にわたって積極的な活動を展開をされておりますこと、私どもにとりましても大変心強く感じているところであります。
これも一重に歴代の理事長をはじめ役員並びに会員皆様方の努力の賜物であり、ここに新人なる敬意を表するところであります。さて、この想定外のパンデミックに翻弄された2年間ではありましたけれども、こうした厳しさが続く一方で、人類は英知を結集してこれに対抗し、ウィズコロナの未来が見通せるところまで回復してきました。このコロナ禍だからこそ得ることができた多くのポジティブな副産物もあり、ようやく再生に向けた、そして明るい未来につなぐ新たな一歩を踏み出せるところまで来たと感じております。私、第37代の理事長を務めさせていただきました。1988年でありましたが、青函トンネルが開通をいたしました。先人のたゆまぬ努力が実を結び、北海道の新たな時代の幕開けと、これからの明るい未来に歓喜したことを思い出します。そしてその意思を継ぎ、青函トンネルから開通からおよそ30年間、我々は北海道新幹線時代を切り開き、2030年の冬季オリパラ札幌招致につなげるべく努力をしております。これからは札幌青年会議所創立100年に向けての新たな30年が始まります。次の世代に何を残せるのか、どのような明るい未来を描けるか、若く精神な発想とダイナミックな行動力のある皆さんの出番です。青年会議所と私ども商工会議所は同じ会議所の名のごとく、目的を同じくする団体であり、札幌商工会議所議員にも私を含め多数の JCOB が就任をしております。今後とも互いに連携しながら、北海道札幌の発展のために共に努力をしてまいりましょう。結びになりますが、札幌青年会議所の今後のますますのご発展を心から記念し、私からのお祝いの言葉といたします。岩田会頭、ありがとうございました。それではここで札幌青年会議所の70年の軌跡を振り返る映像をご覧いただきます。
それではここで札幌青年会議所シニアクラブ、シニアクラブ会長であられます第56代理事長岡本時彦先輩よりご挨拶を賜りたいと存じます。岡本会長、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介をいただきましたシニアクラブ会長を仰せつかっております岡本時彦でございます。70周年の記念式典にあたり、一言ご挨拶を述べさせていただきたいと思います。まずもって本日もご祝辞をいただきました北海道知事鈴木直道様、札幌市長秋元克弘様、そして我々の敬愛する大先輩でもございます札幌商工会議所会頭岩田圭吾様をはじめといたしまして、この70年という歴史の中で我々の運動に対しまして多大なるご支援ご理解ご協力を賜りましたすべての皆様に心より感謝を申し上げます。ありがとうございます。さて、札幌青年会議所は今から70年前、戦後荒廃した日本を立て直すのは、北海道札幌を立て直すのは我々青年だと高い志を持ったチャーターメンバーの皆さんによって創立されました。そしてこの70年という歩みの中で、その時々においてさまざまな社会問題に立ち向かい、この町のために運動を展開してまいりました。そして今、新型コロナウイルスという大変大きな問題が世の中に蔓延しております。こういった中だからこそ、現役メンバーの皆さんには我々 JC が今何をするべきなのか、何ができるのかを大いに議論し、そして10年先の未来を見据え夢を語り合い、運動を展開していただくことを心よりご期待申し上げ、簡単ではございますがシニア会長としてのご挨拶とさせていただきます。70周年おめでとうございます。岡本会長、ありがとうございました。続きまして、札幌青年会議所が姉妹 JC 締結をしている5つの青年会議所を順にご紹介させていただきます。実はこれまで長きにわたって交流が途絶えてしまっていた姉妹 JC もございましたが、今回の札幌青年会議所70周年という節目をきっかけとして、再びすべての姉妹 JC と交流を再開することができました。そのような歴史的経緯も踏まえると、今回5つの姉妹 JC の皆様からメッセージをいただき、ご参加いただくということは大変感慨深いものとなっております。それではまずはじめに、各都市の様子や各青年会議所の活動写真をご覧いただき、その後に代表者によるメッセージムービーを流させていただきます。なお、ご紹介は姉妹 JC 締結年の古い順とさせていただきます。まずは1974年に姉妹 JC を締結いたしました韓国のトンテグ青年会議所会長シン・ミンソク君よりご挨拶を賜っております。シン・ミンソク君からは日本語でのメッセージを頂戴しております。
皆様、おはようございます。東デグ JC の会長、新民作です。バス札幌 JC 創立70年の心からおめでとうございます。藤田信吾理事長様、お久しぶりです。大変な時期でも札幌 JC の伝統を受け継いでいくち方、いつも応援しております。そして札幌 JC 会員の皆様、お久しぶりです。営業を中止しててもご挨拶申し上げます。今ここはハルゴン山という山にある札幌 JC 記念灯籠です。皆様との思い出が詰まったここで、このように営業を通ることを意味深く思います。余ってめて札幌 JC 創立70年の心からおめでとうございます。藤田信吾理事長様、およびすべての札幌 JC 会員の皆様に、ご厚意礼をお祈り申し上げます。ありがとうございます。新民俗会長、ありがとうございました。続きまして、1975年に姉妹 JC を締結いたしました、フィリピンのダバオ青年会議所会長、マルメルト・ミティ・デラトーレ三世君よりご挨拶を賜っております。Greetings from the land of promise. Since 1975, JCI Davao and JCI Zapornos Brotherhood transcends the sovereignty of nations and time. The partnership between the gentlemen of Davao and Zaporno became one of the remarkable highlights of the collaboration of young active citizens in Asia-Pacific region. From the moment the two local organizations met, we celebrated, explored, and executed positive impact that secured the future of the brotherhood we have forged for the future generations to come. As you celebrate your 70th year of active citizenship, may you continue to be an inspiration of positive change to the whole world. Let our brotherhood continue to flourish as we face the challenges of the current times and be able to step up hand in hand as brothers in making a better world, because we always believe that we are stronger together. On behalf of my chapter, JCI Davao, we would like to congratulate you in your 70th charter anniversary. May you continue to work towards serving the community through JCI. Mabuhay and arigatong gabay. マルメルト・ミティ・デラトーレ三世会長、ありがとうございました。続きまして、1982年に姉妹 JC を締結いたしましたフィンランドのヘルシンキ青年会議所会長、ベンラ・バイニョ・プフキュンをはじめとするメンバーの皆様よりご挨拶を賜っております。なお、この映像はヘルシンキ青年会議所のご厚意により、日本語でのご挨拶及び日本語字幕をつけたものをいただきましたので、そのままの内容にて配信させていただきます。
Minasan, konnichiwa. Hei, olen Venla Vainiopuhju, Helsingin nuorkauppakamarin istuva puheenjohtaja. Watashi wa JCI no senata Juha Korpinen desu. Helsingin nuorkauppakamarin puolesta haluan onnitella Twinnin kamariamme, Sapporon nuorkauppakamaria ja president Fujitaa juhlavuotenanne. 70 hienoa vuotta takana ja monta vielä edessä. Olemme iloisia ystävyydestänne ja toivomme niiden jatkuvan vielä pitkälle tulevaisuuteen. Paljon onnea! Fujita Ritisho, soste Sapporo JC, no minasan, omoreto, gozaimasu. Finland no Helsinki kara oivai oishigemasu. Watashi wa Kobe World Congress kara Sapporo to Helsinki no tsunagu senior advisor wo shiteimasu. Sore de wa Sapporo no JC no minasan gogatsu yaku wo kokoro yori owen shiteimasu. Yoroshiku onegaishimasu. ベンラバイニョプフ会長をはじめとするメンバーの皆様、ありがとうございました。続きまして、1999年に姉妹 JC を締結いたしましたドイツのデュッセルドルフ青年会議所会長クリスティーナ・グダット君をはじめとするメンバーの皆様よりご挨拶を賜っております。JCI Sapporo. Omedetto gozaimasu. Happy birthday from your twinning partner, JCI Düsseldorf. We congrat on your 70th anniversary and wish you all the best and an enjoyful evening and hope to see you again on the next conferences. Happy birthday, JCI Sapporo. 70周年の記念日に Düsseldorf の JCI よりおめでとうございます。Congrats to your anniversary, JCI Sapporo.Happy birthday to JCI Sapporo. Konnichiwa Sapporo. Omedetto gozaimasu.クリスティーナ・グダット会長をはじめとするメンバーの皆様、ありがとうございました。最後に2017年に姉妹 JC を締結いたしましたモンゴルのダルハン青年会議所理事長ウーガンバエル君よりご挨拶を賜っております。Сапоро байгуулахын үүсгэн байгуулагч, үе үеийн ерөнхийлөгчд, өндөр сенаторуд, нийт гишүүдтэй түүх 70 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. 2021 он дэлхийн дахинд цар тахалтай нийт чиглүүд жил өнгөрч байгаа хэдийч, JCI Сапоро байгуулахын 2021 оны ерөнхийлөгч Шинжо Фужита гаргасан удирдлагын баг нийт гишүүд.Төлөвсөн ажил төсөлбөрүүдэд амжилттай хэрэгжүүлж байгаа хэрэгт таатай байна. 2017 оноос хойш 2 салбарын ижилүүлсэн харилцаа эхлэж өнөөдрийг хүртэл амжилттай үр дүнтэй явж байгаад баяртай байна. Энэ үед цаг хугацаанд 2 салбар маань хоорондоо уулзаж бие биендээ зочлох юм боломжгүй байгаа гэж цахим шийдэлтэн үүд.амжилттай шилжиж, энэ оны, энэ онд
оны 2 дугаар сар анхны 2 сарын өдөрлөгийн багийн уулзалтыг бид захиваар гээж хамтарч ажиллах боломжууд төсөлтүүдээ ярилцсан ийм сайхан түүхэн жил байлаа. Ирчгүй жилүүдэд ч гэсэн ижлүүсийн харилцаатай GSI Sapporo, GSI Дархан салбар байгууллагууд маань илүү ойр дотно ажиллаж олон төсөлтүүдийг Япон улс болон Монгол улс амжилттай хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд GSI Sapporo салбар байгууллагын түүх дахин жилийн өмнө мэндийг хуваасаа болон GSI Дархан салбар байгууллагын үүсгэн байгууллагч үе үеийн ерөнхийлөгч хүндэт сенатор нийт гишүүдийнхаа өмнөөс баярын мэндийг хүргэе. Та бүхэн сайхан баярлалаа. ウーガンバイル会長、ありがとうございました。閉会宣言。一般社団法人札幌青年会議所2021年度特別議長、岩田浩二君。これをもちまして、一般社団法人札幌青年会議所2021年度創立70周年記念式典祝賀会を閉会いたします。創立70周年記念式典祝賀会の配信はこれにて終了とさせていただきます。皆様、本日は長時間にわたりご視聴いただき誠にありがとうございました。